よーい、始めでーす。これは2対2の次のビデオは、まあ、あれ一番つらい涙ですね。ついオーケーやばい、エースが中途半端しい。たくさんぎゅ130。ウェイ、うまい。あれって人数多いか、2人で交代来ないやつ。うわ、切り替えろ、切り替えろ。コンサー出るやつ、タク出るやつな。11。おこれ勝つとでかいよ。うまい。うまい。上ちゃんキープできる。ナイスボール。おお、惜しい。大塚美容王家伊勢井外科。まだある。あ、する。おー、いいね。セルプレー。午前中でした。タク。こちらが。タクボタン。こちらがね。そう、でも誰もかかってないからね、ちょっと。それを即興でできるっていうね。やだよ俺。まあでも今、球筋めちゃくちゃ遅かったんで。出すな。ジュース欲しい、ジュース。すぐうずくまるから。やばい。ケンさん、右足。ケンさん。今日みんな吹かすね。結構、今キーパーしてる人が。タクマ。キングのスポン。欲しい。体。そう、港区を牛耳ってると呼ばれてる男ですよね。銀座は中央区だ。あ、そうか、銀座か。中央区をもう中央区を牛耳ってる男ですから、ね、じゃあケンさんに頼めばもしかしたら総合スポーツセンター買い取れるんじゃないですか。あー、間違いないね。食べ間違いないね。いやあそこでかいな、うん、来たらで、収益をあのまあね、ケンさんにどんどん行かせて僕ら使わせてもらえるだけっていう。俺夜もちゃんと行かすわ。なんかお店やって、うん、で僕ら有名になってスポーツセンターを有名にさせればケンさんもウハウハですよ。一石二鳥。一石二鳥。一石二鳥。コムさんに専用スタジアムを作ってもらうっていう。コムさんそんな感じ。コムさん不動産王ですか。嘘。コムさん不動産王ですよ。不動産王 AKC の不動産王だから。専用スタジアムとクラブハウスを作ってもらう。で俺らはそこに住もうっていう。全寮制のクラブハウス。いいなそれ。オーケー。分かるでそこすな。ちょっとやめてください奥さん連れてくるの。あと2分。あと2分。あの女子禁制ですから。ダリメーだよ。ダリメーだろお前。ダリメーだよお前。達也みたいなさ。チャラチャラしたやつはちげんだよ。入ってる。名前ダメな、名前出さない。部長。左利きってかっこよく見えるの。確かにちょっと思いますねそれは。やっぱ。そうですか。打てる。やっぱさ、俺っちが一番うまい。俺っちが一番うまいし、かっこいい。お前俺っちのドリブル突破の躍動感すごい。一番かっこいい。うっすー言葉に重みな。ベニヤ板ぐらいですよ。本当だよ。やっぱスプレー違うからさ。板じゃねえ、紙だよ。紙。うまい。きたー。おーい。ミドイチ。サンキュー。うまい。だからさ、紙だよって。赤いユニフォーム着てるやつがやっぱ俺っちリスペクトしてないから向かってる。俺っちリスペクトしすぎて赤いシューズ買いました。そうだよね、俺もちょっとうっすら赤。まだ恥ずかしいから。あ、まだそうだ。そう、恥ずかしい。お前たち。おい。ディレイ、切り替えろ。実際、そろしくびっくりつかとか思って。サンキュー。後ろ。俺がやりたい。やばい、来るぞ、モンスターが。モンスターあ、30秒。タク、いきますよ。オーケー、タク打て。ゴーおー、かかった。やばい、これ、タク、切り替えろ。やった。めっちゃ狙ってる、すごいな。うまい。やばい、タク、切り替えろ。カード、やばい。いける。いやー、ラスキー。さあ、残りますか。緑リード。
緑がリード。よかったらでかいよ。タクシュートだこれ。優しい。やった。今のはうまい。ブレたか。ブレたか。ブレたな。でまあ板で普通のシュートだったんですけど、いいコース行ってましたよ。いいコース、ナイス。終わり。